ムクゲネズミは、ネズミ目キヌゲネズミ科ヤチネズミ族に属する、ネズミの一種。北海道の日高山脈、大雪山、手塩山地、北見山地、シリベシカ山西大地、陽亭山、小島半島、利尻島、礼文島、四タ丹島、歯舞諸島の死没島に分布する。また、サハリン南部にも分布する。利尻島産の生態が、 東道長が112から 143mm、尾長が44から 60mm、あと、足長が20から 22.4mm、体重が33から 62g になる。手塩様さんの個体だと、東道長が97から 137mm、尾長が46から 62mm、あと、足長が19.6から 22.2mm、 体重が42から7 8ムになる。体毛の背面は、暗い気褐色もしくは、暗褐色になり、エゾヤチネズミのような赤褐色体がないか、不明瞭になる。北海道本島では、標高20メートルの下半地から1900メートルの山稜線部の虹林を含んだ、天然林、造林地などに生息する。利尻島やレブン島では、笹や、双本の原野や、 それらが侵入した放棄高地などにも生息する。エゾヤチネズミが生息する場所では、笹が密生したところには、エゾヤチネズミが生息し、笹と双本が混成する臨床に本種が生息して、住み分けている。植物繊維や種子、果実、昆虫を食べる。1971年に、リシリトウ産標本をタイプ標本として、ムクゲネズミクレスライナミスレックスとして、 新種記載された。続いて、ミヤマムクゲネズミクレスライナミスモンタノスが1972年に北海道本島の日高山脈の標本で新種記載された。その後の分類検討で、両種は区別できず、現在は同一種とされる。環境省レッドリストでは、リシリムクゲネズミクレスライナミスレックスレックスと、 ミヤマムクゲネズミクレスライナミスレックス、モンタノスの2アシュに分けているが、アシュに分けない説もある。さらに、今まで使用されてきた、ヤチネズミ属クレスライナミスは検討の結果、学名の選手権により、マイズに変更された。ダン、E. ウィルソンダン・エム、リーダーママルスピーシーズ・オブ・ザ・ワールド、サードエディション2005。ありがとうございます。